ビタサックビルイコールウエストの肖像、フィリップ・ドラースローが、ビタサックビルイコールウエストは、イギリスの詩人、作家。後の労働党の会員議員、サー・ハロルド・ニコルソンは夫。ケントのサックビル家の館、ノールハウスで生まれる。父は、第三代サックビル男爵くらいを寝る。本名は、ビクトリアであるが、彼女は、一生を、ビタの名前で通した。長身で、細身の、 中性的な容姿をしていた。1913年、外交官のハロルド・ニコルソンと結婚した。二人は息子を二人設けた。結婚当初からオープンマリッジを選択し、ブルームズベリーグループの芸術家たちのように、夫や妻以外の恋人を持つことには寛容だった。ビタの初恋の相手が女性だったということにも、現れているが、彼女は両性愛の傾向があった。また、 夫のハロルドも男性の恋人を持ったという。二人が出会ったのはまだビタが12歳、バイオレット10歳の頃だった。二人は同じ学校に通い、10代の間恋愛関係にあった。互いに結婚して夫を持つと疎遠になっていたが、1918年、ビタの子育てが一段落した頃、二人はフランスへ駆け落ちした。ビタは 男性の服装で家族の目をくらましたという。二人の関係は、ビタがハロルドとの夫婦関係を生産する気がなく、バイオレットがビタをハロルドと共有することに我慢ならなかったことから終わりを迎えた。二人はそれからも連絡を取り続けていたが、元の関係に戻ることはなかった。ビタの小説チャレンジは二人の関係をもとに書かれている。1920年代の終わりに、 バージニア・ウルフとの恋愛が始まった。ウルフの小説、オーランドーは、ビタとサック・ビルケの歴史をモデルに書かれた。後に、ビタの息子ナイジェルが、文学における、最も長く、魅力的な恋文と評する、この作品は、二人の関係がなければ誕生しなかったと、言われる。1931年に、ビタが、ジャーナリストのイブリン・アイアンズに心を移したことで、 ウルフとの関係は終わった。ビタはハロルドと親密な関係をずっと保ち続けた。第二次世界大戦中、彼の外交官としての活動のため長期に不在があっても、ほとんど毎日分通し合っていた。イギリスに彼が戻れば、ビタと暮らしていたのである。1930年代に、ケントのシシングハーストカースルを買って移り住み、ビタは自邸の庭を作るのに夢中になった。 この美しい庭園はシシング・ハースト・カースル・ガーデンとして知られ、イギリスのナショナルトラストに現在管理されている。1946年、文学上の貢献により、コンパニオン・オブ・オナーになった。同年、オブザーバーが見で、週1回イン・ヤー・ガーデンというコラムを執筆した。1948年、ビタはナショナルトラストの発起人の一人となった。ビタとハロルドが暮らした。 ロンドンの家には現在ブループラークが掲げられている。ありがとうございます。